今日の朝飯はトーストとココアになります。今朝は余ってた食パンでトーストにココアにしました。ガーリックスプレッドと輪切りのウインナーを乗せてこんがり焼いてあってうまいですね。やっぱパン食もいいですよね。でこれにココアを合わせると、昼食は豚キムチラーメンになります。昼食はこれ絶対うまいやつっていうラーメンが安売りされていたので買ってみました。ラーメンの上には炒めた豚キムチを乗せてあります。さあこちら絶対うまいんでしょうかね。うまいですね。ストレート麺に濃厚な醤油スープが絡みます。トッピングに入れた豚キムチも辛さと食べ応えがあってグッドですね。このラーメンもね、なかなかストレート麺でね、食べやすくて美味しかったですね。ただ個人的にこちらよりもやっぱり札幌一番がこれ絶対うまいやつですよね。夕食は二色丼とアジフライになります。まずはサラダからいただきます。そしてアジフライの方にはちょろっと醤油をかけていただきます。オーブンでカリカリに温め直したアジフライは肉厚で美味しいです。昼飯に多い二色丼ですけど、やっぱこれいつ食べても美味しいですね。アジフライは本当に肉厚なんで一匹でも十分な食べ応えでした。本日もお食いいただきました。ご視聴ありがとうございます。